はい、こんにちは。佐大臣三長です。酒をやめて5ヶ月です。体調がいいです。街に出ても居酒屋とか飲食店とか全く入りたくなくなりました。金が減らなくて良いです。本日から2回にわたって、西行講師の歌集、3歌集から有名な歌と、有名ではないけれども、西行の人柄や作風がよく出ている歌を選んで、読み、解釈し、一言ずつコメントを述べていきます。 とても長いので好きなところから中断したりまたは途中から聞き始めてくださって大丈夫です西行平安末から鎌倉初期の歌人俗名佐藤紀清父は西門の城佐藤康清16歳で公家の徳大寺実義に仕え次いで鳥羽上皇の北面の武士として和歌蹴鞠などに活躍宝宴6年1140年23歳で突如出家 出家後は遠位、西行、大宝坊などと名乗り高野山や伊勢に住まう一方奥州や四国などを旅しては歌を読みました「新古今和歌集」には最多の94首が取られ藤原定家や後鳥羽院など当時の歌人たちに強い影響を与えました「柳風に乱る」「見渡せばさほの河原に繰りかけて」 風によらるる青ヤの糸見渡せばサホの河原に引っかかって風にひねられるようになびいている青ヤの糸よ作業は月と桜の歌人というイメージがありますが柳を読んだ歌にも見事なものが多いです風によらるる青ヤの糸という言い回しがとても美しいですサホ川は奈良市内を流れる川です万葉の昔から多くの歌に読まれています いもはがのです。夜を逃れて東山にはべるころ白河の花かりに人誘いければまかり帰りけるに昔思い入れて散るおみで帰る心や桜花昔に変わる印なるらん 出家して東山に住んでございました頃白河の花盛りに人が誘いましたので行って帰ってきたところ昔を思い出して桜の花が散るのを見ないで途中で帰ってくる我が心であるよそれだけは昔とはっきり違っているところだろうな昔は花が散るまでもっともっとと見続けていたというんですねしかし出家した今 だいぶ落ち着いたそこまでしつこく楽しみ尽くすぞという気持ちよりも花盛りの今名残を感じつつ帰ろうとなったわけですこれは昔は飲み会に行ったら2次会3次会とずるずる付き合っていたけれども今は1次会だけでさっと切り上げる俺も落ち着いたもんだなとそんな感じですかね <laughs> 屏風の絵を人々を読みけるに春の雅人群れて花見けるところに よそなる人の見やりて、たてりけるをこのもとは見る人をしげし桜花よそに眺めて我は惜しまん桜の木の下には花を見る人が多いが私はよそながら眺めて花を惜しまう。あえて花見のどんちゃん騒ぎとは距離を置いて遠くから桜を楽しむ気持ちです 静かならんと思いけるころ花見に人々のうで聞ければ花見にと群れつつ人の来るのみぞあたら桜の戸がにはありける花見だということで群れを作っては人が来ることが惜しまれる桜の罪ではあるよ昔から花見客はうるさくて風流をぶち壊しだったんですねああこの連中が わらわら集まってくることだけが桜の罪深いことであるよと花に染む心のいかで残りけん捨て果ててきと思うわが身に花に夢中になるような心がどうして私に残っているのだろうか出家してそんな俗な気持ちは捨ててしまったと思っているわが身なのに西行は23歳で出家しましたが 出家後も俗世間に心惹かれる、執着している歌を数多く読んでいます。白川の春の梢のうぐいすは、花の言葉を聞く心地する。白川の春の梢に鳴くうぐいすは、まるで花の言葉を聞いているような気持ちがする。現在も祇園白川のあたりは、川沿いに桜並木が続き、春先は心躍るものがあります。 花の言葉を聞く心地する、は、優しい表現ですね。願わくは、花の下にて春し難。その木さらぎの餅月の頃。西行の歌で最も有名でしょう。2月15日、お釈迦様入滅のあたりで死にたいと。この歌の通り、西行は文治6年2月16日、河内の国の広川寺で、 なくなりました吉野山、こぞのしおりの道変えて、まだ見ぬ方の花を訪ねん。吉野山で去年芝を折って刺しておいたその道を変えて、まだ見ていない方の花を訪ねていこう。これはですね、散歩の精神を歌ってると思いますね、散歩の精神ですよ、去年歩いたのとは違う道を歩いて、まだ見ぬ花を訪ねていこうと。 道っって習慣になっちゃいますからね二三回歩いただけでもうそれが決められた固定されたコースのようになってやはりいつの間にまた同じとこ歩いている,いるということになってしまうそこで意識的に違う道を歩くするとまだ見ぬ花が見えて面白い発見があるという花いかに我を哀れと思おらん見て過ぎに蹴る 春を数えて花はどれほど私のことを哀れと思ってくれるだろうか私が花を見て過ごした春の数を数えて花に人格を感じている歌です来る年も来る年も私は花を愛でてしみじみ心打たれているがこんなに花に心打たれている私のことを花の方ではどう思ってくれているのだろうかと山桜かざしの花に寄り添えて 限りの春の春イエストニ線山桜を倒って頭の白い花白髪頭に添えて最後の春の手土産としよう西行は出家して坊主頭ですしまだ白髪ということでもないんでしょうから老人の気持ちになって読んだんでしょう春風の花の吹雪にうずもれて雪もやられぬ滋賀の山道 春風の花の吹雪にうずもれてなかなか行くことができない滋賀の山道を滋賀の山道滋賀越えは京都と大津の間の街道で古来旅人が行き来する道でした今も風情ある山中の道が残ります小倉役人一首の32番「山川に風のかけたるしがらみは流れも会えぬ紅葉なりけりは」は滋賀越えの風情を呼んだ歌です この元の花に今宵はうずもれて、明かぬ梢を思い明かさん。木の下の花に今夜はうずもれて、いくら見ていても飽きない花の梢を思って、夜を明かそう。平家物語における薩摩の神忠則の辞世の歌、雪暮れて、この下影を宿とせば、花や今宵の主ならましを思わせます。 宇宙落下。こずをうつ、雨にしおれて散る花の、惜しき心を何にたとえん。こずをうつ、雨にしおれて散る花を、惜しむ気持ちを何にたとえよう。ああ、桜が咲いている。いいなあ。今週末は花見に出かけてみるか、なんて言ってる時に限って、ざーっと降ってきて、散ってしまうじゃないですか。あの、なんとももったいない。 心かき立てられる気持ち。大井川小倉の山のホトトギス。伊勢神神声の戸原増川。大井川渡月橋竹林の道嵐山は現在も京都の観光名所です。嵐山に向かい合う小倉山の麓には二ソ院や城社区工事があり、春はウグイス。夏はホトトギスの声がよく似合います。 ホトトギスの声があまりに素晴らしいから、大井川の席に引っかかったままで流れないでくれという歌です。ホトトギス、なべて聞くにはにざりけり、深き山辺の暁の声。ホトトギスの声も普段聞くのとは違っている。深い山の暁に聞くその声は、平安貴族はホトトギスの声を夏の一番の風物と感じました。 古今集から新古今集までどの直線和歌集も夏の部はほとんどがホトトギスを詠んだ歌で占められています。ミノの国にてホトトギス、都へ行かばことステン、越え暮らしたる山の哀れを。都に行ったら言い伝えよう。一日中山越えをしてホトトギスが泣いていたその素晴らしい山の風情を。 美濃の山といえば、伊吹山のことでしょうかね。山中で都へのこと捨てをするのは、古典における一つの様式で、偽物語、あずま下りの段で、駿河の宇都宮峠にて、山中で出会った山伏に、都への手紙を託す場面がとても有名です。つくづくと、のきの雫を眺めつつ、日を飲み暮らす、さみだれの頃。 つくづくと軒の雫を眺めながら、日々を暮らしてばかりの寒だれの頃よ。梅雨の季節の憂鬱な気持ちです。道の平の清水流るる柳影、しばしとてこそ立ち止まり連れ、道端に清水が湧き出している柳の影に、ちょっとと言って立ち止まったことよ。松尾芭蕉が奥の細道の旅で、 西行ゆかりの清水流るの柳を夏野に訪ねていますもっともこの歌には場所については一言も記してないんですが歌が読まれた後で場所は夏野であるといつの間にそうなっていたようです「涼風秋のごとし」「まだきより身にしむ風の景色かな」「秋先立つる宮間部の里」 早くから身にしみる風の様子だよ。秋を真っ先に感じられる山の辺の里。夏の半ばには早くも吹いてくる秋の風。涼しさが感じられるような歌です。みなすきばらえ。みそぎしてぬさとり流す川の背に。やがて秋めく風ぞ涼しき。六月の末にみそぎをしてぬさを流す川の背に。 すぐに秋めいた涼しい風が吹いてくるよ旧暦6月末の名越の大払いは1年前半の汚れを払う行事ですヌサや人型と呼ばれる髪を体にこすりつけて汚れを吸い取らせて川に流しますこの間まで神社では名越の大払いをやっていたのに今はもう秋めいた涼しい風が吹いていると夏から秋にかけての季節の移り変わりの速さを読んだ歌です 晴れやらぬ、深山の霧の耐え絶えに、ほのかに鹿の声聞こゆなり、晴れきらない深い山の霧の耐え間耐え間に、かすかに鹿の声が聞こえることよ、霧と鹿、類型的な秋の風物の組み合わせでありながら、作業独自の風情を出しています。秋、物へまかりける道にて、 心なき身にも哀れは知られけり死に立つ沢の秋の夕暮れ風流心のない私の身にもしみじみとした情緒は感じ取られたことだ死にが飛び立つ沢の秋の夕暮れよ三席の歌として教科書に必ず出てきますだから高校の古文の先生は西行ではこの歌の解釈だけはよく知っています そしてこれだけしか知りません試しに「秋物へまかりける道にて」ってどういう意味ですかと質問してみましょう、まあ、大概答えられません暁の鹿世を残す寝覚めに効くぞ哀れなる夢のの鹿もかくやな危険まだ夜を引きずっているような寝覚めの時 鹿のの声を聞くのはしみじみと風情がある。夢野の,の鹿もこのように鳴いたのであろうか夢野の,の鹿は夫婦の鹿の伝説夫であるお鹿は淡路の小島に妾がいて妻であるメジカはそれを嫉妬していましたある時お鹿は背中に雪が降りススキが生える夢を見ました妻であるメジカに話すとススキは矢が立つこと 雪は殺された後で白い塩を塗られることと占って夫が妾のもとに行くのを阻もうとしましたが夫は聞かず出かけていったため占いの通り射殺されてしまった夢野は摂津の国戸賀野現兵庫県神戸市兵庫区夢野町です人を訪ねて斧にまかりけるに鹿の鳴きければ鹿の根を 聞くにつけても住む人の心知られる小野の山里鹿の声を聞くにつけても住んでいる人の心が知られる小野の山里よ小野の里は京都市左京区八瀬から大原にかけての一帯です古くから風情ある山里として知られます「源氏物語」の終盤で宇治川に身を投げた浮舟が出家した場所であり偽物語では 有原の成平とおぼしき主人公が出家した主君のこれたか親王をおのの里に訪ねますそういう文学的積み重ねも踏まえた上での歌です「小倉の麓に住みはべりけるに鹿の鳴きけるを聞きておじかなく小倉の山のすそ近みただ一人住むわが心かな」 おじかなく小倉の山の裾が近いのでただ一人で住んでいると私の心は澄み渡ることよ住むと住むをかけます小倉山は京都市右京区にある山桂川の北岸に位置し南岸の嵐山と相対します麓に二村院や静着工事があり小倉百人一首の誕生の地とされますうずらなく折りにしなれば切り込めて 哀れ寂しき深草の里うずらが鳴く頃になると霧が立ち込めてしみじみと寂しい深草の里よ深草の里は京都市伏見区北部伏見稲荷大社の南西部あたりです古くからうずらを歌に読み合わせ藤原の春勢の言うされば延べの秋風身に染みて うずらなくなり、深草の里が有名です。鍋手なきところの名をや惜しむらん。明石は飽きて月のさやけき。並一通りでない。明石という地名を惜しんでいるのだろうか。明石は他の場所とは格別に月が明るく輝くことよ。明石は源氏物語。明石の牧の舞台となって以降、数々の歌や。 古典作品に月の名所として描かれました目の前の現実の証の月と古典世界のイメージの中の証の月が重なるわけですちなみに松尾芭蕉は石でタコツボや儚き夢を夏の月と読みました遠く修行しはべりけるに久方と申すところにて松島や 小島の磯も名にならずただ木佐方の秋の世の月ここに比べれば松島の小島の磯の風情もどうということはないひたすら胸に迫る木佐方の秋の世の月を秋田県の木佐方はかつて小島が点在する風光明媚な入り江でした文化元年1804年の地震で海底が隆起して陸地となってしまいましたが 作業も場所もまだ入江であった頃の貴方を見たのです場所は松島と貴方の景色を比べて松島は和ろうが如く貴方は恨むが如しと記していますたぐいなき心地こそすれ秋の世の月すむ峰のサオシカの声 はぐいなく風情ある感じがするよ。秋の夜の月が澄み渡る峰に住んでいる鹿の声を聞くと、住むと、住むをかけます。さお鹿はお鹿のこと。何事も、変わりの見ゆく世の中に、同じ影にて、住める月かな。何事も、変わりゆく世の中に、同じ光で住んでいる月だな。方言の蘭、平時の蘭。 原の源平の合戦と移りゆく世のありさまを眺めてきた西行だからこその考えでしょう一人住む伊織に月の差し込す場何か山辺の友とならまし一人で住んでいる伊織に月の光が差し込まないなら何を山辺の友とすればよいのか孤独を愛しながらも一方で人寂しい気持ちもあるんでしょう 山陰に住まぬ心のいかなれや惜しまれている月もあるように山陰に住んで住んだ心になればよいのにそうしない人の気が知れない惜しまれて山の葉に入る月もある世の中なのに出家のことを歌っているんでしょうこよいはと所江顔に住む月の 光もてなす菊の白露今宵はと得意げにすみ切った月の光を菊の花についた白露がもてなしている花や葉についた白露は本当に息をのむほど美しいものです離れ里に衣を打つさよごろも豆この里に打つならん遠く聞こえる 土の音かな夜の衣をどこの里で打っているのだろうか遠くから聞こえてくる土の音だよ絹田で衣を打つ音を秋の風物詩として聞くのはもともと監視から来た発想です小倉百人一首94番三好野の,の山の秋風さえを吹けてふるさと寒く衣を打つなりがよく知られます じにてよるもみじをおもうということをひとびとよみけるによもすがらおしげなくふくあらしかなわざとしぐれのそむるもみじをひとばんじゅうおしげもなくふくやまかぜだなわざわざしぐれがもみじをそめているこのじきをえらんでせっかくのもみじがちってしまう 山風よちょっとは遠慮しろという歌です長楽寺は京都市東山区丸山公園の東県霊門院が出家した寺です大知らず寝覚めする人の心をわびしめてしぐるる音はかなしかりけり寝覚めする人の心をわびしくさせてしぐれが降る音は悲しげだな冬のしぐれのわしい風情です 大知らず津の国のなにわの春は夢なれいや足の枯れ葉に風渡るなり津の国なにわの春は夢だったのか足の枯れ葉に風が吹き渡っているなあ春になにわで歌を詠んだりして春の遊びを楽しんだんでしょう今やすっかり季節は変わり景色は変わりあれは夢だったのかと思えるほどに 足の枯葉に風が吹き渡っている偽物語の「有原の成平と」と主君これたか親王の情緒も漂います豊臣秀吉の辞世「露と落ち露と消えにし我が身かな何花のことも夢のまた夢」はこの歌を意識したのでしょう「野のあたりの枯れたる草ということを宗林寺にて読みけるに」 さまざまに花咲きたりと見し延べの同じ色にもしもがれに蹴りさまざまに花が咲いていたと見た延べが皆同じ一色にしもがれてしまったことよ。総林寺は京都市東山丸山公園の南にある寺西行は一時ここに陰性しており境内に供養塔が残っています。 夜を逃れて鞍馬の奥にはべりけるに、竹井の凍りて水までこざりけるに、春になるまでは各はべるなりと申しけるを聞きて読める。割なしや凍る竹井の水ゆえに、重い捨てにし春のまたるる。俗世間を逃れて鞍馬の奥に陰性しておりましたところ、竹井が凍って水まで流れなくなって、 春になるまではこうでございます、と申したのを聞いて読んだ。どうしたことか、凍るけ計の水のために、思い捨てたはずの春が、こんなにも待たれるとは。採業は出家後も、俗世間に未練がある歌を、何種も残しています。忍那寺のお室にて、三家の歓挙に雪を見る、ということを読ませたまいけるに。降り積もる、 雪をともにて春までは日を送るべき宮間辺の里仁那寺のお室にて山中のいよりにわび住まいをして雪を見るということをお読ませになったところ降り積もる雪をともとして春までは日を送るしかない山のべの里よ、まあ、うち仁那寺のすぐそばなんでこういう歌は親近感が湧きます「斜塔の雪」 玉垣は明けも緑もうずもれて雪も白き松の尾の山神社の玉垣の朱色も緑も雪に埋もれてその雪の景色がしみじみと素晴らしい松の尾の山よ嵐山の松の尾大社は酒の神様です作業奉仕は出家後一時嵐山に住み多くの歌を読んでいます 雪にいおりうずもれて、せんかたなくおもしろかりけり、今も来たらばと読みけんことを思い入れてみるほどに、鹿の分けて通りけるをみて、ひとこばと重い手雪きをみるほどに、鹿あとつくることもありけり、雪にいおりがうずもれて、いかんともしがたいほど風情があるのだった。昔泉式部が、 待つ人の、今も来たらばいかがせっかくの庭の雪に人が足跡をつけてしまったら悲しいということを読んだことを思い出して見ているうちに鹿が雪を踏み分けて通ったのを見て人が来たらどうしようと思って雪を見ているうちに鹿がこうして足跡をつけることもあるのだった。 つまり泉式部の歌は人が来てこの雪景色を荒らすんじゃないか足跡をつけるんじゃないかと心配していたのに対してそう作業も心配していたところ鹿がやってきて足跡をつけたという思考です冬の歌実習読みけるに花も枯れもみじも散らぬ山里は寂しさをまた遠い人モもがな花も枯れ もみじももう散らない散り尽くした山里は寂しさを訪ねてきてくれる人が欲しいものだ冬のいより住まいにおける人恋しい気持ちですもみじも散らぬと未然形ですのであれと思いますがもみじが散らないということは散り尽くしてこれ以上散るもみじがないということですよもすがら嵐の山は風さえて大井の淀に 氷を増し食一晩中嵐山から吹く風がさえ渡り大井川に氷を敷き渡す寒々とした冬の嵐山の風情大井川の辺りは源氏物語で明石から移り住んだ明石の君が最初に住んだ場所です明石の君は大井川沿いの景色を見て明石の裏に似ていると感じますこの歌も源氏物語の世界が重ね合わされているのかもしれません 松尾芭蕉は隅田川に面した深川のいおりに住んで「炉の声波を打って腹渡凍る世や涙」と読みましたこの句も西行の歌や源氏物語に通じる風情が出ていますいつか我昔の人と言わるべき重なる年を送り迎えていつか私も 昔の人と言われることになるのだろう重ねる年を送り迎えして次回に続きます発売中です小倉百人一首全種全歌人徹底解説オンライン版同じく伊勢物語オンライン版つれづれ草オンライン版発売しております詳しくはリンク先をご覧ください本日も佐大臣光永がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました